どうも皆さんこんにちは。生物が基本苦手なので刺身とかは食べられない。うぷ主のヨッシーです。でも焼いた魚とかは大好物。ゆっくりの霊夢です。ということで今回もやっていきましょう。今回紹介する映画はこちら。リゾートバイト。Jホラーの最新作ね。ネットで話題になった都市伝説、リゾートバイトの映画化で、小さな島にある旅館にリゾートバイトでやってきた3人の若者が、謎の2階に立ち入ったことで恐ろしい体験をすることになる話だね。出演は伊原六花、藤原大祐、秋田しおりなど、監督は新鮫島事件、木更木駅などの長江二郎でございます。ということで行ってきました長江二郎監督最新作。公開初日の夜の回でしたがまあまあ入ってました。長江監督の作品はうちだと前作も前々作もやったわね。そうですね、2020年の新鮫島事件、そして2022年の木更木駅と、どちらもネット初の都市伝説の映画化でした。で、今回もネットの都市伝説の映画化ね。もう監督は完全にこのスタイルで行くみたいね。個人的には都市伝説って結構好きなので、都市伝説系の映画ってだけで興味を持ちますし、このスタイルを貫いてくれるのは嬉しいところです。それに毎回変わった見せ方をしてくるのも面白いよね。新鮫島事件ではズームの画面を中心に作られてたり、木更木駅では前半は俯瞰視点で見せるという特徴がありましたね。で、今回もなんか変わった視点から見せる作品になってたりするの？その話はネタバレになってしまうところもあるので後で話します。なるほど、それでこのリゾートバイトって初めて聞いたけどどんな都市伝説なの？この都市伝説が登場したのが2009年、ホラーテラーという怖い話の投稿サイトに投稿され、これが話題になり後に2チャンネルにも投稿されて広がったみたいです。内容は結構長いのでざっくりとだけ説明しますと、まず3人の若者が夏休みに住み込みのバイトで海の近くの旅館に来たところから始まります。バイトをこなす中若者の一人が料理を持って使ってないと聞いていた2階に行くおかみさんを発見。しかもおかみさんは5分で空っぽになった皿を持って戻ってきたんですね。2階に誰かいるにしても5分で料理がなくなるのは妙ね。気になった若者たちは2階を調べることになります。まず一人が階段を上って確認しに行ったのですが、そこには凄まじい悪臭を放つ腐った料理、お札の貼られた不気味な音を立てる部屋などがありました。完全に何かヤバいものを封じ込めてる感じね。あまりの不気味さから彼らはすぐに逃げ出すのですが、その後も様々な怪奇現象が彼らの周りで起きていきます。あまりの恐怖からバイトを辞めたいとおかみさんに頼んだ3人。意外にもおかみさんはあっさり認めてくれたのですぐに帰ることになるのですが、その帰り道に旅館の旦那さんが追いかけてきて、そのまま帰ったらダメだ、このまま帰ったら完全に持っていかれる、と言われます。子は、一体何が持っていかれるというのよ？旦那さんはお払いをすれば大丈夫だと言い3人をお坊さんのところまで連れて行きます。そして3人はお払いをすることになりますが、その内容は明かりもない小屋で喋ることも寝ることもせず一晩こもり続けること。真っ暗な中で何もせず何時間も待つってなかなかしんどそうね。しかも小屋の周りを何かが徘徊してたり、扉を開けようとしたり女の子の声で話しかけてきたり壁を叩く音が聞こえたりと、恐ろしい体験をすることになります。それはやばいわね。完全にトラウマになるレベルの恐怖よ。それでも3人はその恐怖に朝まで耐え抜きお払いは終了。無事3人は恐怖から解放されることになります。そして3人はお坊さんからあの2階の真相を聞かされます。この土地では昔から漁業を生業としてる人が多く、海に出る子供たちにお守りとしてへその緒を持たせる風習がありました。さらに子供が行方不明になった時、家中にお札を貼り毎日食べ物を積み上げることで子供が帰ってくるという言い伝えがあったとか。なるほど、それがあの2階だったということね。おかみさんも数年前に息子を失っていて、その悲しみから儀式を行い生まれたものが3人に取り付いたみたいです。なかなかに怖いけど面白い話だったわね。僕のはかなり端折ってるので興味のある方はぜひ詳しい内容を調べてみてください。それで肝心の映画の方はどうだったの？個人的にはかなり良かったですね。しっかり怖いところは怖いですし、キャッチコピーにもあるように先が読めない驚きの展開の連続で、かなり楽しめた作品です。長江監督の作品の中ではぶっちぎりでベストですね。へぇ、かなりの当たりだったのね。おそらく低予算映画なので多少チープに見えるところもありますが、いろいろとぶっ飛んだ奇策だったと思います。まず前半はほぼ都市伝説通りのシンプルな J ホラーといった感じです。元の話とは登場人物とか一部変わってるところもありますが、おおむね同じ流れで進んでいきます。特に一番重要な霊の階段の雰囲気はなかなかに怖くてよかったですね。2階のシーンはホラーとして十分怖い場面でした。ただこの映画の本番は後半。ここから予測不能の展開となっていきます。へぇ、元の都市伝説とは違うってこと？そうですね、ここからはネタバレが含まれるのでご注意ください。先ほど説明したように後半からは霊のお払いをすることになるわけですが、ここら辺から一気にオリジナル展開に突っ走っていきます。元の話では若者たちはお払いをやり遂げて一応元の生活に戻っていくのですが、映画ではまさかの失敗に終わってしまいます。なるほど、ある種の行く展開って感じね。
って、失敗したってことは何か持っていかれちゃうってこと？はい、三人の若者のうち二人が魂を持っていかれます。なので二人を救うために動くことになるのですが、ここからどんどん新要素が出てくるんですね。まず彼女らに取り付いてる怪物として八尺様というのが出てきます。別の都市伝説が合体してくるってことね。で、その八尺様ってどういう悪霊なの？名前の通り身の丈が八尺もある女性の霊で、ポポポという奇妙な笑い声を出して成人前の若者を狙う存在みたいです。リゾートバイトとは関係はないんですけど、結構似てるところも多いんですよね。子供に関係する悪霊ってところは確かに似てるわね。さらにこの八尺様に狙われた時の対処法が、リゾートバイトでやったお払いと結構似てたりします。そういった共通点から映画では登場させたのでしょう。さらにびっくりなのがまさかのあるジャンルとの合体です。へぇ、どのジャンルが出てくるの？みんな大好き入れ替わり者です。え？ここでまさかの君の名は、玉を持っていかれた二人の体に別の魂が入って、霊の二階を目指すという展開になります。まあ入れ替わり者というのは面白そうではあるけど、終盤はかなりふざけたシーンが多くて笑えますよ。入れ替わった後車で旅館を目指すんですけど、ここで八尺様とまさかのカーチェイスを繰り広げるんですよ。いやどういう状況だよ。八尺様なんかダッシュで追いかけてくるからシュールすぎて爆笑ですよ。入れ替わりとかもですけど霊能力バトルみたいなシーンもあって、Jホラーとしてはともかくエンタメとしては面白いんですよね。なかなかぶっ飛んでる映画ね。このカーチェイスとかもふざけてるように見えるけど、八尺様の話に似たような場面もあって、その辺をうまく組み合わせたシーンでもあるんですよね。その辺も後から知って面白かったところです。まあ低予算映画なので面はちょっと安っぽく見えるところもありますが、都市伝説の面白さに後半からのぶっ飛んだ展開の数々と、いろんなアイデアが詰まった楽しいエンタメホラーだったと思います。長井二郎監督やっぱり面白い人だなぁと改めて思いました。興味のある方はぜひ劇場でご覧ください。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。いければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次回も、ゆっくりしていってね。